はい、どうもデルです。さて今回はですね、私事なんですけどね、大変ね申し訳ないんですけども、この度ファンクラブに入会しました。いやー、こんな日が来たよ、本当に来たよ。もういやー、やっと入りました。今までですね、僕ファンクラブにずっと入ってなかったです。じゃあ というのもずっと迷ってたんですよね。どこのグループに入ろうかなってずっと迷ってて、やっぱ僕全部好きですから、いや、どこのファンクラブ入ろうかなってずっと悩んでたんです。で、まあ、エグザイルトライブで一個まず入りたいなみたいな、そこがあったんで、いやー、トライブファミリーのままが良かったんだけども、まあ、それがね、個々になるっていうことで、ずっと悩んでて、ようやく決まりましたよということでですね、まあ、このタイミングで入会しましたということでね、まあ、今回の動画では、なぜ、ね、そのグループにしたのかとか、まあ、そもそもグループ何なんだとか、いろいろですね、喋っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでですね、まあ、この度ねファンクラブに入会しましたということでですね、本当にご皆様にねご報告させていただきますけども、どこのグループにね、どこのグループのファンクラブに属したんだいと言われる方がいらっしゃると思います。いやー、まあまあ、ちょっともったいぶっていきましょうか。ですね、まあ、なぜそのグループにしたのかっていうところからね話していきますと、僕が今一番期待をしているグループだからです。はい、今後ですね、まあ、LDH を背負っていくだろうと思ってるわけなんですよ。もうこのグループに俺はちょっと期待を寄せていると。最大ね、もちろん全グループ期待してるんだけど、ベストエグザイルトライブ、現エグザイルトライブの中で言うとベストの期待を寄せているグループかなと思っておりますので、そこにさせていただきました。では発表いたしましょう。私が入会したファンクラブはザランページフロムエグザイルトライブのファンクラブです。入りました。そうなんですよ、ランページのファンクラブにこの度入会させていただきましたということでね、レイバーズの皆さんよろしくお願いいたしますということで、まあ別にね、どこに属したからって、まあそんな、まあそんな、まあ大差ないって言っちゃいけないんだろうけど、まあ言ってしまえば、まあね、ランページのライブだったり、ランページが参加するライブに、まあチケットだったりとかをね、先行で一番最速で応募できるようだったりとか、まあ他のグループも後々ねできるようになるんですけどね、どのファンクラブに至ってね、その何、自分のファンクラブのグループ外のね、ファンクラブというかグループのライブもね、先行があったりするんでね、二次先行、三次先行ぐらいかな、あったりするんで、まあ全然ね、どこに入ろうかなって思ってたんですが、やっぱこうグループを決めるときにやっぱね、いろいろ考えるわけですよ。僕ね、ここ半年ぐらいずっと考えてて、どこにしよう、どこにしよう、どこにしようって思ってて、いや、サイキックかな、いや、リルかなとか、バリー、いや、でもバリーは、どうだ、エグザイルかなとか、三代目じゃないとか、ファンダーとか、いろいろ考えてて、ここでね、ランペに決めたんですよ。自分の中でこう、今のランペのね、自分の中で熱が高いと。そして、今後多分、絶対ドームツアーやると思ってるんで、その期待も込めてね、ドームツアーってなったら、やっぱりこう、先行で取りたいかなって思って、最速でね、やっぱアリーナ席っていうのを狙っていきたいんで、そうなってきた時に、まあ、もともと16ブースターズでもね、やればよかったんだけども、そっちはね、妹と一緒に行くので、妹がね撮ってくれてるので、まあワンチャンあるなっていうのとかあったりするんで、まあ今回ねこの度ランペにしたっていうのがあって、まあそれというのも、まあいいタイミングだったんですよ。まあランページの勢いがグッと来てるタイミングでもあったっていうのと、もう一個これ自分の中ででかいのがバトルオブ東京の開催ね、これがでかくて、今回まあバトルオブ東京妹も大阪来るんですけど、妹は友達と行くので、兄貴はごめんと言われたので、いやー行きたいね、しっかりファンクラブで行きたい。で、アリーナ席を狙いたいっていうことだったんで、僕の中でね。だったら、ちょっと、今一度、真剣にがっつりファンクラブっていうものを考えようと思って、これから多分そういう壁もね、多分行くの、特に、ランペのドームツアーってなったら、ちょっとその壁に絶対当たるだろうから、いや、ここでちょっと、まあ、バトルオブ東京っていういい機会に考えてみようということで、じっくり選びました。じっくり考えました。今の自分の中での、まあ、グループに対する熱量だったりいろいろ考えた結果、そうですね、まあランページという風になりました。
いやー、だからですね、僕もうチケット応募しましたよ。バトルオブ東京もう7月29日30日と、2days 応募させていただきました。ちょっとね、もう振るっていこうと思って、ちょっとバトルオブ東京はね、ちょっと思い入れが強いんで、僕の中でね、やっぱりこうなんでか知らないけど、やっぱこうグループがですね、いろいろ集まるライブって僕好きなんですよね。やっぱ僕ってもちろんまあランページに入りましたけども、全グループもね好きなんで、 LDH 愛してるんで、なんだろう、こうグループがね、やっぱいっぱい見れる、1回でいっぱい見れるって、ちょっと僕の中でお得感あったりするんですよ。まあね、皆さんはね、やっぱ推しとかいろいろあると思うんですけど、僕はやっぱこうグループがね集まってくるっていうのはちょっと美味しいなみたいなのがあるんで、だからね、ちょっとね、今回は 2days、 しかもさ、2days あるじゃん、大阪。内容が違うとかあったら困るじゃん。しかもドームだよ、ドームだからね。ドーム 2days 内容が違いますみたいなことがあったらちょっと怖いなと思って、まあ埼玉はもちろんそういうのあると思うんだけども、でも埼玉とドームってまたちょっと違うじゃない。ドームって絶対トロッコあるし、多分埼玉よりも豪華な内容になると思うんだね、俺絶対。これはもう絶対だから、 2days ちょっと見て、しっかりとね、感想動画とかね、しっかり撮れたらなとか思ったりもしてるんで、まあこれはね、本当にですね、皆さんがですね、僕のチャンネルを応援しているから、僕もね、ちょっとここは気合い入れてバトルオブ東京っていうものに臨もうというのもあって、まあファンクラブにも入会したと、まあそんな流れですよね。バトルオブ東京を、まあバトルオブ東京が本当にいい機会だった。まあタイミング的にこのタイミングでちょっと考えようということでね、ランページにしましたよということで、正直ね、あんまりね、ファンクラブの使い方が分かってないんですよ。そのチケット選考以外のところ、他のコンテンツがあんまり分かってないので、ちょっとあれなんですけど、あとね、それで言うと、レイバーズの日あるじゃないですか。6月16日だったかな、多分そうですよね。そこのレイバーズの日にもね、なんか多分ファンクラブに入会してるということがあるんじゃないかなと思ってるので、ちょっとそこをね注目していきたいなと思いますけども、とにもかくにもね、ランページのファンクラブにこの度入会したというご報告でございました。いやー、ちょっとね、だいぶ悩みに悩んでね、決めさせていただきました。どこで悩んだかっていうと、僕はやっぱね、ランページとサイキックフィーバーでむっちゃ悩んだね、ここ2つ。あとはまあちょっとリルも噛んできたけど、でだから、それで言うと、もう今回ね、サイキックフィーバーとリルリーグ入らなくて、ランページ選びました。まあ、EXILE とかも悩んだんだけどね、もう EXILE なんて正直ねっていうところもあったりとか、3代目だとかもあったんだけど、まあ、ランページに結局決めたと。もうこれはもう大きな理由が、この今後絶対ドームツアーをやる、ここにかけてます、僕は。この願い、この期待がでかいです、やっぱ。ドームツアーってところをしっかりと重きに置いているっていうところですね。で、あとはね、ウルフができたらウルフ入る。もうこの2つでいこうかなと思っております。僕がファンクラブに入るのは、この2つかなと思っております。ゆくゆくはね、今はランページ1本目いきたいなと思います。まあ、ただ、応援するのはもちろん全グループ応援してます。だから、このチャンネルでもいろんなグループ、もちろん引き続き、出していきます。もう、ボーイズも、ガールズも関係なしに、いろいろ、まあ、その時の旬な話題とか、僕が喋りたいとか、僕のアンテナに引っかかったものを全部喋っていきますので、まあ、だから、これから、まあ、ランページのファンクラブに入ったから、ランページの熱が上がるのももちろんそうなんだけども、でも、それ以外のグループも、まあ、極力ね、まんべんなく、まあでも偏ってしまう時はあると思う、正直。でも、しっかりとね、応援していきたいなと思っておりますので、皆様何卒、これからもよろしくお願いいたします。というわけで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画で、バイバイ。